2024年冬アニメレビュー総決算第7回目ユッサだよん。完走したアニメを順番にレビューしていくシリーズ、今回は俺だけレベルアップな件です。2期の制作が決定とのこと、見てればわかりますね。2期ありきでしたからね。1期終わったところまでのレビューいきます。いわゆる異世界もの、ゲートと呼ばれるものが発生して、そこから生まれるモンスター、お退治を生業とするハンターがいる、そういう世界。その中で最弱のハンターと呼ばれたシュンを中心に話が進んでいきます。ゲートの戦いでかろうじて生き残ったシュン、それをきっかけに覚醒していく姿を描いていきます。最弱から最強までの道のり、決して楽ではなく、何度も生死をさまよいながら成長していく姿が描かれていきます。総評ですが、まだ個人の戦い部分だけが描かれていて、これから仲間になるかわからないけど、 S 級ハンターとのストーリーが展開することを示唆してます。シュンの妹などは出てきますが、ヒロインはまだここまで出てきてません。ほんと序章という感じです。母親の病気などのため強くなりたいシュンですが、レベルアップしていくことにそれだけじゃなくなってきている、戦いに喜びまで感じてきている、そんな感じで一期が終了しました。最弱から成り上がっていく周りの環境なども交えながら、かなり心の中に踏み入って描いています。それだけでもかなり面白い。最近はオレツ映画多い中、なかなか骨のあるアニメだなと思います。何にせよこれからストーリーが始まっていく感じ。評価は B、 ヒロインなどこれからに期待しましょう。1期だけはあまりおすすめしないかな。2期放映前に再放送を見るのがいいかなと思います。内容的にありきたりな感じもしますが、戦いが本当切羽詰まっている、そういったのが出ていてよかった。2024年春アニメもそろそろ始まっていきますが、もう少し冬アニメレビュー続きます。また見てね。